古川優太と馬場ふみかが W 主演を務めるドラマトック、恋と弾丸、毎週木曜夜0時50分から1時20分ほか、MBS ほかの第3話が、11月10日、木曜日に放送される。女子大生、ゆりは危険と知りながらも最新に溺れていく。同作は、累計500万部目前の人気同名コミックを実写ドラマ化。ヤクザの若頭と普通の女子大生という相反する世界で生きる二人が運命的な出会いを果たし、禁断の恋を育んでいく危険な、熱愛、ラブストーリー。脚本は映画、私たちのハーハー、やドラマ、来世ではちゃんとします、などを担当した立空見が務める。また、ディズニー公式動画配信サービス、ディズニープラス、ディズニープラスにて世界配信もされる。最新とユリに関わる登場人物を演じるのは、古川がヤクザ、サヨ組の若頭であるサヨサヨミ、大家、トシオミ、を、ババがヤクザの恋人になることを決意する女子大生のユリを演じるほか、マフィアのボス役で黒羽マリオ、ナンバーワンホステス役で中村静香、ユリの幼馴染の刑事役で木村圭と、ファンタスティックスフロムエグザイルトライブが出演。さらに、橋本まなみが高級クラブ、小料理屋のママ、大隅健也がサヨ組の組長で、サヨミの父親のサヨ周一郎を演じる。恋と弾丸、第3話あらすじ。第3話は、常に死と隣り合わせの恋人、サヨサヨミ、古川優太、との時間が愛おしく、底知れぬ幸せを感じていたユリ、馬場ふみか。いつだってこれが最後になってしまうかもしれない。せめて自分の身は自分で守ろうと、ユリは柔道サークルに入会する。ある日、大学の帰り道で高級クラブのママ、橋本まなみ再会し、ママの経営する小料理屋に招待される。しかし、お店には、サヨ組の組長、サヨ周一郎、大隅健也、が現れる。シンとは、ヤクザとは縁を切りな、サイオミの父、周一郎からの言葉に、ユリハー、という物語が書かれる。予告映像のサヨに視聴者、癒される。予告映像では、サヨ、古川、の父、周一郎、大隅、は、もうシンとは、ヤクザとは縁を切りな、とユリに告げる姿や、クラブのママ、橋本、がユリ、馬場、の頬を優しくつねりながら、あなたの恋愛を応援しているわけじゃないからね。と告げる場面が映し出されている。バル、さらに、私は絶対、いい女になるからね、というユリのセリフとともに、ユリの腕の中で安心した表情を浮かべるサヨの姿や、サヨとユリが車の中で口づけを交わす姿も。予告動画を見た視聴者は、サヨさんのお父さんすごい貫禄、実写のサヨさんにはまりすぎて何度も予告映像を見ちゃう。常に死と隣り合わせのサヨがユリの腕の中で癒されている姿に癒される。早く見たい、車中キスシーンドキドキする、などといった声が上がっている。